あの精霊力の縦穴に転移したらしいな。ヘルガイム・キルの文明とはどういうものだったのだろうな。あんたはそういうの好きそうだよな。優れた文明だったのは間違いない。ならば後に続くものとして学べることは多いはずだ。うずうずしているのは分かりますが、私たちにはまずやるべきことがありますよ。老後の楽しみにとっておけよ。隠居して趣味に没入できるならそれもいいが、この場所は老体には厳しそうだ。真剣に考えてる。老後の夢くらいは好きにさせてもらいたいな。夢を持つのが悪いとは思わないけど。まあティオハリムの場合、うっかりすると夢で済まなくなりそうだしな。生涯現役でいていただくしかないな。何か今不穏な言葉が聞こえた気がするのだが。気のせいでしょう。あ、ねえねえ、私気づいちゃった。この間作った飯手抜いたのバレた？違うよ。って、何、手を抜いてたの？話がそれてるぞ、リンベル。あ、そうだった。あのさ、レナの装甲兵の鎧って中身は普通のレナ人が入ってるよね。ああ、着てるやつの力を強くする仕掛け付きなんだっけか。そう、それ。あれってさ、なんであんな大きいんだと思う？敵を威圧するためじゃねえの。それか中の仕掛けがかさばるとか。装甲兵とヘルガイムキルって背の高さ似てると思わない？そういや、そうだな。それが？もうだから、あの鎧はもともとレナ人がヘルガイムキルと同じ活動をするためのものだったのかもしれないと言いたいのだな。へえ、ってことはどういうことなんだ？どうって、それだけだけどさ、なんかこう、おーって感じしない？ああ、ちょうどいいや。来たら、今日の晩飯なんだ？ウルル。ふぅー！いったっ、おい、何するんだよ！うるさい！むしっちゃえ、ウルル！いで、なんなんだよ、もう！なあ、俺たちってなんだかんだ言ってすげえたくさんズーグル倒してきたよな。まあ100や200じゃ効かないのは確かだな。どこに行っても必ずと言っていいくらい出くわすし。けどそれにしちゃちっとも減らなくないか。まさかどっかに牧場があるとかじゃないよな。レネギスならともかく、ダナにそうしたものが大々的に作られたという話は聞いたことがない。野生化したのが勝手に増えてるとか、そんな感じなのかしら。こっちは組織的に飼っているわけでもないし、全滅させるのは難しいだろうな。全滅？あ、それはちょっとかわいそうじゃない？リンベル？だって元はダナやレナの生き物なんでしょ？それが改造されたものだって。そうね、私たちの都合で作り変えられた生き物、それがズーグルよ。人間が作り放ち、今度は危険だからと駆除する。確かに身勝手な話かもな。ズーグルとも共存できるといいのにね。そうは言っても町を襲ったりすることもあるぜ。野生化したはぐれでなければある程度レナ人が制御はできるのだがな。お互いの暮らす場所を住み分けられたら危険も減るんじゃないかしら。そういう意味では人間もズーグルも大した違いはないのかもな。もう赤い女のふりをする必要もないってか。待て、言葉はわかるか。ダメだ、こちらの言葉は届いていない。やはり操られて。
やるしかないのか。向こうは手加減なしだ。本気でやらねば歩み。どうだった、倒れろ。どうだった、風を起こさる防壁を出せ。発展プーティン輝く人で、バラバラに行ける。抜かせ。この鳥は忘れてかい。では一滴儲けてもらおう。わかった、考えておくわ。やるぞ、倒したぞ。相変わらずの手に入れ。俺は待ってない。当たってたまえ。前から良かったってことに。ウエンと対抗するなんて。氷の槍よ。ウエン、いい連携だった。演武局といったところか。相手も術を使うか。それは技術か。君からは目を離せないか。面倒だ。まあ、自分が何のために戦っているかもわからないまま死んでいくなんて、ダナの奴隷と何が違うって言うんだ。だが我々がここで止まれば被害がさらに広がる。辛いことだ。ああ、分かっている。悔しいが、悩むのはこれが最後だ。また襲ってくるのかな。迷えばやられる。覚悟を決めよう。巨水の下はまだ地面があるのかと思ったら、何もかも人工物なんだな。ペルガイムキルの遺産だろう。元の大地はほとんど残っていないようだ。これが世界の中心まで続いているの、ものすごい規模だよ。レネギスを作っただけのことはあるってことか。これほどのものを作る力があったのに、全て精霊のためでしかなかったのだな。いや、むしろこれほどのものが作れたばっかりにか。ヘルガイムキルたちがいるということは、やはりここは彼らの世界なんですね。真のレナの民、それが今では精霊の傀儡か。成し遂げた技の高さを思えば、偉大と呼ばれるにもふさわしかったろうに。分かり合う道もあったのでしょうか。もし違う出会い方をしていたのよ。我々のようにかね。何とも言えんな。こちらを同等の存在とみなしたかどうかもわからん。それでも可能性はあったかもしれません。レナの精霊がそれを閉ざしたんです。君といい、アルフェンといい、物事の望ましい面を信じたがる傾向が強いな。愚かと思いますか。いや、むしろかくありたいと思う。悲劇の後にはそれが必要だ。それにしても、なんて巨大さだ。これがヘルガイムキルの技術力なんだな。この300年、いや、それ以前からでも。ダナやレナでこれを見た者はいるんだろうか。少なくともこの300年の間に見たのは私たちが初めてでしょうね。
確かにすごい技術だけど、こんな時でも感心してられるなんて、つくづく呆れた人ね。すごいってのはわかるけどよ、この道はどこまで続くんだ？どこまでって、星の中心まででしょ？それってとんでもない距離なんじゃねえのか？こうもっとパッと移動する方法とかないのかよ。確かに、これだけの技術を持っていたヘルガイムキルたちがいちいち長い距離を歩いたとも思えないな。きっと何かあるはずだ。見つけたら試してみよう。あいつらの機械を使うのか？ゾッとしねえな。技術に敵味が…こういう人よ、言っても仕方ないわ、ロー。やるしかない。傷を負ったら言いなさい。いくらでも相手になっているぜ。火の精霊に任せた。自慢の瞬足は通じるぞ。あらゆたこと猫さんにある魔王を演技か。はい、やれるよ。この瞬足だ。風に乗れそうだ。ニューハイム砲破自問自。いい連携だった。演武局といったところか。足止めは任せたまえ。さあ、拳を温めとくぜ。やっと次当たれ。はあ、そこまでだ。ここだ。掴め。次、はあ、氷の槍よ。やれるぞ。と戦争ライバー光を舐めて。次、変わりなく手に任せてくれ。槍を沈みなさい。というものは本当にあるようだな。レナ人が…ヘルガイムキルみたいに直接心を操られてないのって、元がダナ人だったからなのかな。かもな。だとしたら皮肉な話だが。皮肉？レナ人はダナ人にひどいことをたくさんした。だがそれは彼らが操られてしたことじゃなかった。そのレナ人も元を正せばダナ人だった。悪の出所は精霊ではなく私たち自身の中ということか。でもよ、心が自由だったからシオンとデュオハリムは俺たちと一緒に戦うことができたんだ。だからこそメダンシエや他の場所でもただ憎しみ合うんじゃない関係を作ることができた。だろ？ローの言う通りだな。俺たちは物事のいい面に目を向けるべきだ。うん、きっと希望はそこにあるよ。ロロロ、なんだって？間違いないって。行き止まり？いや、部屋全体が昇降機のようだ。
そこの装置で操作するのだ。なんだ、どっから湧いてきやがった。考えるのは後、集中しなさい。鉄砲鉄砲陣ストライク。いけるわ。しょうがない、やれるわ。ドクラサインだ。リジェネレート。空を飛ぶやつだ。私なら落とせる。その力が分かった。異常を直すの。よし、いけた。バラバラにつけやる。フックラー冷静に足を持つ。精進せねばな。
どこまでも真面目だな。あなたもね、人のこと言えない人たち。こんな環境なのに、まだ生き物がいるのか。レナ世界の生き物なのでしょうか、それともズーグル。どちらにせよ危険であることに変わりなさそうだ。気をつけて。あの縦穴、レナの中心までつながってるのかしら。ならこのまま降りていけば精霊に会えるわけだ。いっそ飛び降りられたら早いものをな。あんたが言うと冗談に聞こえねえ。手ごわそうだがやるしかない。傷を負ったら言いなさい。貫け風神剣、光を貫け。ホタル防壁を回って鬱陶しい。終わりだ。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。私が私に任せて。フェアレルフィット、やれるぞ。ディメル精霊力を叩き込む。やったか。完璧だね。光を封じて避けろ。封じて避けろ。ブレストやっとこ。今フェアレルフィットやっとこ。終わりだ。ブレスト受け付け氷の槍を。これで終わりだ。いまいち集中できんな。疲れか。
倒れろ。これで終わりだ。その調子で続けて。ああ、決めてやる。私も援護するわ。やれるぞ。やっとやれるぞ。やっとやれるぞ。俺たちは負けないし、くじけないし、倒れないし、これが自由だし。ところか。風神剣、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 風神剣
確実についてる。なんか機嫌いいな。新たな力が手に入ったな。
出るぞ。風と行くぞ。今だ。恵みの光をバラバラにしてやる。これで終わりだ。なんとか耐え抜いたか。レナ人のだけでなく金領ともあまり似てないな。こちらが本来のヘルガイムキルの様式なのか、それとも逆なのか。俺たちでいう石造りと木造の違いとか。面白い視点だ。いつかヘブレクトに訪ねてみよう。これまでの戦いが実を結んだな。
邪魔はさせない。この開口、偶然とは思えんな。開口、力はすごいな。振るったのはあなたよ。ありがとう。
無理はしないでね。そこまでだ。ヨンマだよ。ほら貴様の大差で振られそうか。刃が断ち切る。やれるぞ。待ちろ。これで終わりだ。その調子で続けて。ああ決めてやる。私も援護するわ。切り開く。はっ支援長かい。どう重装ライバー。水の精霊こっちはまだ全てを打ち壊さんばかりだな。このまま進めろ。ユハイム砲破中央撃ち。すれ違いざまの殺気、さすがだな。君こそ相当なものだ。
油断しないで。言われなくても。この開口、偶然とは思えんな。止めに来ると。恵みの主権、ポーラ、ダンクキャリー。
任せておいて。